というわけで今回はね、この東方名車座というね、クレイジー大作戦でね、このものなんですけど、これの、セダンバージョンですね、を、ご紹介していきたいかなと思います。で、これがセダンバージョンでしてね、まあ、こういう東方名車座とかね、こういう映画に使われてました車というのも、今結構価値が高くなってきてる方ですね。なかなか今ではこう、もう手に入れるのにちょっと厳しくなってきてるかなというところは、まあ、正直あるかなというところであります。で、これが、セドリックです。まあ、私の、通常版のやつの方は顔がちょっとなくなってしまいましたからですね、まあ、こちらの方にね、持ってるから、まあ、こちらの方でもあるんでっていうことでありますね。で、まあ、これはね、このパトカーで紹介したからと思うんですけどね、この今回の東方名車座デラックスは、まあ、映画に登場した2台の車を出ているまで完全再現するんですね。で、前半は婚約者、レイコって言うんですかね、とデートするときに、鈴木三郎が運転している初代セドリックの白、ね、初代セドリック30型は1960年、昭和35年に発売された高級車なんですね。で、通称縦目と呼ばれていると。で、レイコというのかな、の扮したのが社長シリーズのお手伝いさん役や、クレイジー映画、若大将シリーズなどに出演していたバイプレイヤー、裏山エミっていうんですかね。で、彼女の愛嬌のあるキャラクターを最大限に生かした、坪島出演が楽しいというものだったんですね。で、それでもう一台が同じ初代セドリックのパトカーでして、まあ、それは殺されたマダム、ゆかり、春川真澄の、まあ、死体を持て余している鈴木三郎に、尋問をする、まあ、警察官、まあ、新井中とか、高木ブーとかね、たちが乗っている、まあ、花、なんとかと、まあ、グレイジーキャッツの後輩にあたるザ・ドリフターズが、まあ、クレイジー黄金作戦に引き続き、まあ、本作にもゲストとして果たしているということらしいです。ということは、これはね、シリーズがあったらしくて、クレイジー作黄金作戦というのがね、あったみたいです。まあ、何しろ、この頃の映画って言ったら、もう1960年ですから、下手したらもう60年以上前なのかな。の作品になるかなと思います。もうまだカラーテレビっていうのものがなくて白黒の時代のものですね。まあ、まさにこの紹介してる車がね、まさにこの白色っていうね、ぴったりな、まあ、車であるかなと思いますけど、まあ、当時はこう顔がついてらっしゃると こういう感じになっておりまして、なかなかねいい、メーカーになってて、結構ね楽しませてくれる、そしてこう時代を感じる、まあ、そういう、車になっていて、なかなかいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで、まあ、この白いね、純白な白っていうのがまたいいですね。綺麗な色もリードしてますね。で、この内装もこう青の内装でね、なかなかこういい感じにね、仕上がってるなっていう感じでございます。というわけで、どうもありがとうございました。